幸運と劉邦は、柴良太郎の歴史小説。祖間戦争記を舞台に、鬼神のごとき武勇で旗を滅ぼした、その幸運と、四人にない人柄で人々に衰退され、官帝国を起こした劉邦を描く。小説新潮史上で1977年1月号から1979年5月号まで、連載された。1970年代半ばより数度訪中取材し、 執筆された。勇猛さでは不正室の武人と言える、スワイの皇吾と、戦べただがその人柄によって、周囲を賢人に恵まれ最後には天下を手にした、菅の流法新末の始皇帝の死から書き起こし、二人の英雄を軸として、数多の群像の攻防を語り、皇吾の死を最後に筆を置いている。雑誌連載時の題名は、菅の風、その雨で、 炭鉱本観光に際して変更された。観の風とは流方に、王風の歌という詩があることともに、観が本拠とした中原の王道地帯を吹き上げる乾いた風神をお連想してつけられ、その雨とは雨量が多く多湿なスワイの風土を表したものである。芝は、洋子港周辺で暮らしていた稲作集団であるスワイとは、高外流域で形成された中国文明にとって、 最後の一室文化を持った異文史であり、この祖人たちが幸によって引きられて大陸を接見したことにより祖人の稲作と故障の文化が投げ込まれ、このことが多民族多文化が混交して成立した中国文明にとっての最後の総仕上げとなり、反中国的なものへの最初の出発点となったと表している。数百年に一度大規模な飢餓に襲われることが宿命であった。 中国の歴史においては、英雄とは、人々の職の保障ができるものであり、そうした力のあるものが自然に王や皇帝に衰退されて、王朝を開き、その能力を喪失すれば新たな王朝に倒されるのを、常としてきた。芝は、中国政治においては、職を保障すること、少なくともそうした姿勢をとることが第一義として、置かれたため、そのような状況が、中国史に、 あり余るほどの政治哲学と政策論を生産させてきたと論じている。ひるがいって日本では中国のように国中が職を求める機民で渦を巻くなどといった状況はかつて起こったことがないために政治哲学、政策論の過剰な生産が起こらず、また英雄の概念も中国とは異なるため中国皇帝のような強大な権力が成立したことがないということに ついても、この基盤の総意の中から何事かを伺うことができそうであると評している。史上初めて大陸を統一し、帝国という空前の巨大権力を地上に、現出せしめた、旗の始皇帝。しかしその絶対権力の過熱なまでの行使は民を極限まで疲弊させ、国中に、厭差の声が満ち満ちた。やがて始皇帝が没すると、陳賞、 五皇の乱を皮切りとして圧政に耐えかねていた、民衆の不満が爆発し、各地で無数の反乱が隆起することとなる。江南の諏訪の出身の皇吾は、国を旗に滅ぼされて、以来復旧の念を抱きながらも、五中で私服していたが、反乱隆起の方に接するやおじの皇寮に従い、動乱の家中に身を投じた。皇寮はその知略で、旧祖の王孫を用して、そう再興するものの、 ほどなく新軍は巻き返しを図り召喚将軍を核として反乱の鎮圧に本格的に乗り出した。孔両は召喚の巧みな戦術に敗れて命を落とし、後を継いで将軍の盗目となった孔はおじのぶらい合戦を新軍に挑むべく軍を動かす。その軍勢の一帯には廃校、留法がいた。元は田舎町の頃付きで何の能もないらい官だったが、 動乱の中で、灰の長として担がれた男である。中原は沸騰し、祖と同様に、戦国期の旧王国が、かつての旧将を添えらせて拡挙し始めていた。王国間は互いに同盟し旗だ党を叫んで、連携を深めていたが、召喚率いる新軍の巻き返しを目の当たりにしたことで、大いに動揺した。その無類の軍略には何人も立ち打ちできないよう、思われたが、 しかし、幸運は、鬼心が気を吐くような勢いでこれを打ち破り、旗の主力軍に壊滅的な打撃を与えた。すでに虎のごとき猛将として知られた幸運だったが、召喚をも下したことでその名は天下を圧するものとなる。前反乱軍の名手の座についた幸運はいよいよ艦中に押し入りて、と、関陽を攻めるべく、精神を始める。中は天に囲まれたの地で攻略は、 何時であるように思われたが、しかし別動隊を率いて一足先に、冠中に進軍していた劉邦はこれを突破し、関与を制圧することに成功する。得意になった劉邦は、軽率にも冠中王になろうとして、冠中への入り口である、冠古石を塞ぎ、降雨の激輪に触れてしまう。降雨は奮撃するものの、縮こまって一心にはびを入れる劉邦の姿を見るや、 息をそがれ、つい応用に許した。灰の五色月明かりの男など生かしておいたところで、害はないと高をくくった結果であったが、しかし幸運は、劉頬という存在を見誤っていた。なるほど、劉頬は、政略の際も、軍略の際もなきに等しい一回の無能人であったが、家臣の心を強烈に引きつけて離さぬあまり人にない、人望があった。劉頬の軍勢とは、 流頬という一個の巨が頂上に寝転び、配下の将たちが、その巨を埋めようと懸命に知恵を絞るというところに不思議な強さがあった。流頬を切ると生きまく幸運の気力をも耐えさせるような、その得意な人格的魅力によって、子卒を結束させながらも、流頬という存在は、ガランドの巨であり、逆説的ながら、その巨の元でこそ将たちはその能力を、 最大限に発揮する。賢者は、知恵の限界が、自身の限界となるものの、巨の存在は、幾人もの賢者をその中に抱えて用いることができる。難攻不落の冠中の攻略に成功したのも、敗下の進言によるものであり、例えるならば、最小の昇華、軍師の長領などの機体の脳神たちが流邦という、巨大な坂月を支えてその中に並々と酒を、注ぐというような、 世にも奇怪な構造を備えていることを、幸運は見抜くことができなかった。ついに旗は滅びた。天下は戦国期の封建制に戻り、滅旗の名手である幸運によって各地は諸侯に分布された。幸自身は清楚派王と合し、祖北方の法上に京を構えた。一方、流邦は西南の漢の王に封じられるものの、漢は 峻険な山々に隔絶させられた壁地であった。とはいえ、高春さえ乗り越えれば、漢中へ攻め込むことは容易であり、部下の進言を受け入れた流法は行動を起こし、漢中を制圧して、真の類代の王都を手に入れる。幸運の言った、論功交渉は、花肌不公平であり、天下の諸行で満足している者は、ほとんどいなかった。やがて、 政や長なども次々と反乱を起こして幸運は鎮圧に暴殺されることとなり、今こそ後期と見た劉邦は幸運の本拠地である北条を目指して闘神を始めた。反乱者が出た土地は女子供まで残らず虐殺するという幸運の行き過ぎた。諸行はそこここで反感を買っており、官軍の到来を待ち望む声は多く、劉邦はさほどの苦もなくその勢力を拡大していった。 やがて落葉に入場した劉邦が正式に、皇羽の討伐を宣言すると、天下の諸侯は群がるように参集し、反祖同盟軍は実に五十六万もの巨軍に膨れ上がった。折しも皇羽は各地の反乱の鎮圧にかかりきりになっている最中であり、巨軍が流れ込むや、秋屋同然の法上は、あっけなく陥落した。しかし、皇羽は、法上陥落の方を聞くと、 直ちに全軍から3万の兵を駆け集め、自ら直卒して、北条へと駆け戻った。恐怖を発した、幸運の土器が移ったかのような祖軍の軍医におののいた、同盟軍の面々はたちまち強行に陥り、一人として踏みとどまることなく、北条から逃げ散った。竜鳳も、かろうじて難を逃れるものの、50万を超える大軍勢はわずか3万の祖軍に、 回乱させられてしまった。どうにか体制を立て直した流邦は迫りくる交うと退治するものの、とはいえ評判差では無類の交うと戦べたの流邦ではもとより勝負にならない。諸行たちも交うを恐れて一転して祖軍になびいてしまい、官軍が劣勢を挽回することは極めて困難であった。官軍は中原中央を転戦して戦う者の,の祖軍の猛威を振り払うことはできず、 劉邦はやむなく黄河の北岸へと落ち延びる。北方で遊撃部隊として展開していた武将、関心を督促して、諸国の平定を急がせ、今一度体制を整えると劉邦は再度黄河を渡って南下した。いくつかの城を落として局所的な勝利を収めるものの、劉邦の南下を知った黄羽は再び軍を率いて、劉邦の元へ殺到した。寒軍の始卒は、 大回乱の悪夢を思い出して震え上がるものの、しかし急迫した事態は流邦に典型を与え、一体の食料を賄う巨大国倉庫である、孔武山を要塞化して建てこもるという奇想天外な策をひらめかせる。流邦にとって一世一代とも言える、この妙策は当たり、祖軍は山を包囲しながらも次第に植え始め、孔武山の大陣は、老城側が放食して、 後位側が上に苦しむという奇妙な老情戦となった。しかし、劉邦が負傷したことによって、官軍も優位を保つことができなくなり、祖官で天下を二分することを条件に劉邦は、講和を申し出、皇吾もこれを受け入れる。和睦はなった。皇武山における一年余りの睨み合いの末、祖官両軍は共に軍を引くことと決まった。祖軍は、法上への帰途につくものの、 とはいえ、皇儀はしばし兵を休ませた後に、再び軍を起こし、次こそは官軍を、国家未人に打ち砕く腹積もりでいた。そのような皇儀の困難を察した、劉邦の防身たちは、劉邦に祖軍を追撃すべきと権限する。長い退陣を経て、その兵たちは上、軍中には、不満が渦巻いて脱走者も出ている。また、関心の活躍によって、 北方諸国は次々と平定され、劉邦が各地に展開させた小部隊も勢力を拡大させており、ソロでありながらも祖軍に対する包囲網が整いつつある。劉邦が弱者ゆえに打った数々の布石がここに来て目を吹き始めていたのだった。祖軍が英気を養った後に再び攻めて来られては到底勝ち目はなく。 幸運を滅ぼす絶好の機会は今この時を逃しては二度と巡ってこないと権限された劉邦は決断を下し全軍に追撃戦を命じる。薬場破りに憤慨した幸運はこれを迎え撃ち、官軍の襲撃を跳ねつけるものの、しかし蘇軍はなおも共感さを失わないように見えてその内情は疲弊の極みに達していた。兵の脱走は後を絶たずに、 将の間にまで官軍に願える者が現れ始め、戦いが長引くにつれて、かつて満天下に並ぶ者の,のなかったその軍用は、みるみるうちに縮小していった。やがて、河北の関心らの軍勢が難化して、皇婦の本拠たる法上を取り囲み、これを契気に日和目を決め込む諸皇も次々と官軍に、教順し、祖軍は天下に夜べのない皇軍となった。追い詰められた皇は、南部の外に、 野戦築城し、旧後白への城にこもって、牢城を始める。幸雨は檻に触れて、兵を出すもの、の、大軍に標法なしの言葉通り圧倒的な軍勢を、もって城を包囲する官軍には到底立ち打ちができない。さすがの幸雨も自身が、生死の境に立たされたことを自覚するが、とある夜、新女で伏しているとどことも知れずに、素愛の歌が聞こえてきた。 城外から聞こえる故郷の歌は、官軍に寝返った蘇軍の兵たちが生じるものであった。城の紙面がことごとく祖家で囲まれていることを知った、皇羽は、ついに己の運命が極まったことを悟る。祖家を聞いた皇羽は、城中の子卒を集めて、主演を開き、これまでの労をねぎらった後、将軍勢を率いて、決死の逃避行に出た。コーナーを目指して一心に馬を走らせるものの、 元より逃げ切れると考えていたわけではない。ほどなく、劉邦が送った追跡部隊に包囲され、いよいよ最後の時が訪れたことを知った運は、官兵の群れに身を投じ、自らの武を示せるだけ示した後に自陣した。我が身の没落はあくまで天のなすところであって決して、武勇の弱さによるものではない。全身全霊でそう示した後、機体の猛者は斧が手で斧が首を跳ねて果てた。 莫大な検証金のかかったその以外は、官兵が群がって五分され、肉片を持ち帰った者たちを、劉邦はことごとく諸おとしてでした。1983年1月2日に、NHK 総合テレビジョンで劇画の静止画とカメラワークによって、構成劇画ドラマ化となった。当初は中国ロケで想定したが、断念に終わったほか、ありがとうございます。